ドクターの日は、イギリスの SF ドラマ、ドクター風50周年記念スペシャルエピソード。脚本は、ファイスペンホールと共にエグゼクティブプロデューサーを担当していたスティーブン・モファットが執筆した。2013年11月23日に、BBC1 で、2D 版と 3D 版の両方が放送された。本作は、世界94カ国で同時放送が行われ。 複数の映画館で 3D 上映が行われた。テレビドラマの最ル放送としては世界最大規模であったことからギネス世界記録を達成し2014年英国アカデミー賞テレビ部門をラジオタイムズオーディエンスアワードで受賞した。77分に及ぶ本作ではウォードクターがダーレクトタイムロードの両方を滅ぼす決断をしたタイムウォー最後の日が描かれ、それと 並行する形で、現代のタイエイリアン組織ユニットは、在言の侵略に抵抗する。最終的に、ードクターと11代目ドクターと10代目ドクターは、クララ・オズワルドの説得により、ガリフレイの破壊ではなく時間凍結を選び、タイムロードの絶滅を回避する。彼らが決断を変えたことは、時空間の歪みにより最も未来に位置するドクターだけが記憶することとなり、 11代目ドクターは救った故郷を見つけるために旅を続ける。本作にはスミスが11代目ドクター役、コールマンがクララ役で出演したほか、かつての主演であったテナントが10代目ドクター役、ビリー・パイパーがローズ・タイラーの姿を投影する終末兵器モメントとして出演した。モメントの投影は、ウォードクター以外の登場人物には不可視という設定になっている。 他には、当時未登場であった12代目ドクター役のピーター、カパルディと4代目ドクター役のトム・ベーカーが、仮名を出演した。ジョアンナ・ペイジは、エリザベス一世役、ジェマ・レッド・グレーブが、レスブリッジ・スチュワート准将の娘、ケイト・スチュワート役で出演した。エイリアンとしては、ダーレクト、ザイゴンの脅威で登場した変身エイリアンのザイゴンが、再登場した。 番組の50周年を記念して、番組の歴史を通して登場した、様々なコンセプトへの言及や暗示がなされた。本作は批評家から絶賛を受け、シリーズのプロデューサーであるマーカス・ウィルソンは本作を、ファンへのラブレターだと表現し、BBC1 の管理官の一人であるダニー・コーヘンは、イベントドラマだとコメントした。スティーブン・モファットが執筆した2本のミニエピソード、ドクター前夜・ゼンヤと、 ラストデーがドクターの日のの放送に先駆けて公開されドクターの種族であるタイムロードと宿敵ダーレクの間で起きた戦争タイムウォーが描写されている。ドクター前夜では8代目ドクターが再生してウォードクターになる様子が描かれる。宇宙船の墜落後、カーンの修道所に蘇生されたドクターは、ドクターの誓いを捨てて戦士になることを決意し、人工的に再生を制御して、 ウォードクターになる。ザラストデーは、ヘルメットにカメラを装着したガリフレイの兵士の一人の記録映像という形式で、アルカディアがダーレクに攻め滅ぼされる直前を描いている。アルカディア・カンラックは、ドクターの日の題材になったタイムウォーを最後の日の中心的な戦いとなる。番組の50周年記念スペシャルとして、本作にはこれまでのエピソードへの言及が数多く取り上げられている。 冒頭は1963年に番組が開始された際のオープニングのアレンジで始まる。第1シーズン第1話アンアンアースリーチャイルドに対応して警察官がアイエム・フォアマンの看板の前を通り過ぎ、さらにその最初の数秒は二人以上のドクターが退治したクラシックシリーズ最後のエピソードであるザ・ツー・ドクターズと同様にモノクロで放映されている。コールヒル高校は ドクターの孫娘スーザン・フォアマンが1963年の地球にいた時に所属していた学校であり、リメンブランス・オブ・ザ・ダーレクスにも登場した。学校の看板によると、学校理事会の議長は1963年当時理科教員であった、初代コンパニオンの3人のうちの1人、イアン・チェスタトンであり、校長の W ・コーバーンは、アンアン・アースリー・チャイルドの監督と脚本家ワリス。 フセインとアンソニー・コバーンに由来している。クララは、セント・ジョンの鐘に登場したドクターの、半重力バイクで午後5時16分を示す時計の横を通り抜けているが、この時刻は、BBCTV で、アンアンアースリー・チャイルドが放送された時刻であった。当初ンアンアースリー・チャイルドは、グリニッジ標準時で11月23日午後5時15分からの放送が予定されていたが、 1>, 1分20秒遅れて放送されていた。ターディスがユニットに回収された際、ユニットのヘリコプターが使用したコールサイングレーハウンドリーダーはレスブリッジ・スチュワート淳賞のコールサインを反映している。レスブリッジ・スチュワート淳賞の娘ケイトはユニットの司令官としてかつての彼の役職を引き継いでいる。は三代目ドクター以降の中心的な登場人物であり、 2代目ドクターのザ・ウェブ・オブ・フィアーから7代目ドクターのバトル・フィールドまで登場した。ドクターの数多くの歴代コンパニオンと共に、順庄の写真も本作に登場している。ケイトのセリフから彼がドクターと共に活動していたのは、劇中でも主に70年代から80年代であったことが示唆されている。10代目ドクターの物語も本作で大きく取り上げられた。 彼とエリザベス一世の結婚は言葉の魔術師や字の終わりパート1で言及されており本作でついに回収されることとなった。また10代目ドクターが永遠の別れで触れていたアルカディアの陥落も本作で描写された。11代目ドクターがクララに事態を説明するときにタイミー・ワイミーという語を使った際、ウォードクターはそれをバカにし10代目ドクターも 全くどこでそんな言葉を覚えたんだか、とコメントしたが、このフレーズは、瞬きするなで他ならぬ10代目ドクターが最初に使用していた。さらに彼は、未来のドクターの墓がある、惑星トレンザロアのことを知ると、I don't want to go, と述べており、これは、字の終わりパート2で彼が、再生間際に放った、最後の言葉と一致する。これについて11代目ドクターはそのセリフが彼らしいと、 コメントしている。終末兵器モメントも字の終わりで最初に言及され、本作でついに姿を現したモメントは、分かれ道で、ローズ・タイラーがタイム・ボルテックスを吸収した際の姿を反映し、彼女を模倣した。ロンドン島のブラックアーカイブには、ドクターの歴代コンパニオンの写真とともに、ユニットが収集した地球外の技術が数多く収容されている。 リバーソングのハイヒールやマグネクランプ、クラシックシリーズのサイバーマンの頭部、9代目ドクターのコンパニオンであったジャック・ハークネスの時空像先が保管されている。本作以前のマルチドクターストーリーザ・スリー・ドクターズとザ・ファイブ・ドクターズへの言及もなされた。11代目ドクターは10代目ドクターとウォー・ドクターをズックとおじいちゃんと呼んでおり、これはザ・スリー・ドクターズで、 初代ドクターが2代目ドクターと3代目ドクターをダンディとピエロと呼んだことを反映している。同様に、タイムロードのセリフ、I didn't know when, I was well off, all 12 of them は、ザ・スリー・ドクターズでのレスブリッジ・スチュワート淳賞のセリフ、スリー・オブ・ゼム、あ、I didn't know when, I was well off を反映している。また、ケイトが求めた淳賞の極秘ファイル・クローマーは、 ザ・ファイブ・ドクターズで別の宇宙へ転送された順章が所在地をノーフォークだと当初認識していたことに由来する。終盤で10代目ドクターが11代目ドクターに告げたセリフ一ッグッドツーのマイ・フューチャー・イズ・イン・セーフ・ハンズは初代ドクターが5代目ドクターにザ・ファイブ・ドクターズで告げたものを再利用している。ウォードクターが出現したサイのクララのセリフ。 I think there are t h r e e of them, ネケートは there are the A, precedent for that と返しており、これは the three doctors を反映している。この他にも過去作のセリフが再登場した。11代目ドクターのフレーズリバーシングザポラリティは3代目ドクターが頻繁に口にしたフレーズでもある。ターディスが3人の異なるドクターの趣味に合わせようと内装を変更する場面。 10代目ドクターが11代目ドクターのタービスの内装をいまいちだと述べた。内装に対する批判は2代目ドクターがザ・スリー・ドクターズで3代目ドクターに述べていたものでザ・ファイブ・ドクターズでも2代目ドクターが口にしているほか、子連れのコンパニオンでは11代目ドクターがクレイグに同様の発言をした。ウォードクターが再生直前に述べたセリフウェアリング・エービット・シンは ザテンスプラネットで、初代ドクターが再生直前に述べた、This Old Body of Mine is Wearing, エイビットシン、というセリフを元にしている。さらに、ォドクターは再生中に次の姿は、耳が小さいことを望んでいたが、これは彼から再生した9代目ドクターの耳が大きい、ことが劇中で何度も揶揄されていたことにちなんでいる。モメントは、タービスの音を、ウィーシング、 グロニングサウンドと表現している。この表現は小説などに典型的である。在言の衣装と特殊メイクデイビッド・テナントとビリー・パイパーは両者とも復帰死50周年記念スペシャルに出演した。2013年3月30日に配信エラーが起こり、ドクトルフーマガジンの多くの購読者が公式の公開日よりも5日早く号を受け取った。 当該号にはかつて従来目ドクターとローズ・タイラーを演じていたデイビッド・テナントとビリー・パイパーがジョン・ハートと共に50周年記念スペシャルに出演するという公式な告知が掲載されていた。モフハットは前任の番組総責任者ラセル・ T デイビスのストーリーアークを加えることを快く思わなかったため、当初はローズを復帰させることに意欲的ではなかったが、彼女をローズ本人ではなく、 バットウルフの人格として登場させるコンセプトを好み、さらにドクター風復活のシンボルとしてパイパーがスペシャルには必要だと感じた。ジョンハートは役のオーディションを受けたのではなく、制作チームから依頼を受け、即座に受け負ったという。彼の衣装には粗雑で頑健な印象を強調する意図があり、髭をそのままにしてほしいというハートの要望もこの効果に拍車をかけた。なお、 これらの効果は視聴者をミスリードさせる目的のものであった。クリストファー・エクルストンはモファットと記念エピソードの計画を話し合っていたが、最終的に9代目ドクター役での出演を拒否する形となった。後に、エクルストンは9代目ドクターへの正義を果たせなかったことと当時の BBC とのさかいがあったことを理由に辞退したと主張した。ドクターの日を執筆した。 制作総指揮者、スティーブン・モファットは、ドクター・フーの物語を変えるとだろうと主張した。ドクターの日は、ドクター・フーの当時の筆頭脚本家、スティーブン・モファットが脚本を執筆し、マーガス・ウィルソンがプロデューサーを、ニック・ハランが監督を担当した。モファットは2011年下旬という早期から50周年、記念エピソードのアイデアを練っており、2011年の映画、淡々の冒険、 ユニコーン王の秘密のインタビューで制作チームが50周年記念エピソードですべきことを理解し力を入れ始めているとコメントし2012年下旬にドクターの日の脚本の執筆を開始した当時はセキュリティ上の注意事項として脚本のコピーは一切作成せずその代わりに必要な時まで彼のコンピュータ内に厳重に保管されていた彼は エピソードの公開に先駆けて50周年、記念エピソードについての噂がすべて事実に基づかないことを表明し、エピソードがドクター風の物語を変えることになるだろう、ともごに語った。また、モファットは、マネキンウォーズでの描写から9代目ドクターが、まだ新しいドクターであると感じ、彼がモメントを起動したとは考えられなかった。8代目ドクターがモメントを起動する様子も、 想像できなかったという。エクルストンの出演拒否が明確になると、モハットは考えていた別のコンセプトである1エピソードのみ登場するドクターを主人公にすることを中心に据えた。さらに彼はクラシックシリーズの歴代ドクターの中で、ウィリアム・ハートネルの初代ドクターを登場させたいと考え、未来の自分を見て自分は何者になってしまったのかと問うてほしいと感じた。 彼は10代目と11代目ドクターの深淵に潜む、最も恐ろしいことをした、危険なドクターを描写しようと考えた。エピソードを取り巻く、計画のストレスゆえ、第7シリーズの制作は、モファットにとって、最も気に入らないものであった。モファットは、ビリー・バイパーが、盗まれた、地球、旅の終わりなど、第4シリーズや2010年新春スペシャル、時の終わりパート2で何度も、 ローズ・タイラー役として亀を出演していたことから彼女の復帰には何か異なるものをもたらすことが重要だと感じた。パイパーはローズというキャラクターを愛していたがモファットの思いに同意した。スミストとナントは本作での共演に至ったものの当時はどちらの俳優もシリーズの契約を結んでいなかったためモファットはある時点でどちらかが辞退した場合に備えてコールバンを 唯一のレギュラーキャストとして起用するというプロットを考案した。マット・スミスが交番の予定を立てていることを知っていた。モハットは全てのドクターが集結してガリフレイを救う場面で誰が配役されるかも知らない段階で特別に12代目ドクターをわずかに登場させることにした。後にモハットは全ドクターがガリフレイを救いに飛ぶ場面を最初から計画していたと主張し、 撮影時には新しいドクター役俳優も決定していると把握していた。モファットは現代ザデイオブ・ザ・ドクトルについて周囲の人間に起こる出来事から彼らを救っているドクターが今回はドクター自身に起こる出来事に対処していることから周の物語ではなく彼自身にとって重要な日であると説明した。ドクターの日は 3D で撮影されたため 通常の撮影よりも長い時間がかかり、CGI のショットには2回のレンダリングが要された。ドクターの日のレギュラー撮影は2013年3月28日に、始まって5月4日に完了した。最初の3日間は、カーディフワン、ポースティガーのロースロックスタジオにて、ナショナルギャラリーや11代目ドクターのターディスのシーンが撮影された。 屋外での撮影は4日目すなわち2013年4月2日に開始され、最初の屋外のシーンは、ニースの隣に位置する、アイビータワーで撮影された。クララがバイクを運転して、タービスに向かう場面やヘリコプターで、ユニットがタービスを運搬する場面などを含む屋外、シーンセクションは、ベドリノグの下手ガイアコモンロードで撮影が行われた。 残りの後のシーンは4月6日に、モッドセント・アサンと4月9日に、トランファルガー広場で撮影された。2013年5月2日、アンアンアースリー・チャイルド、アタック・オブ・ザ・サイバー・メン、リメンブランス・オブ・ザ・ダーレクスでも登場したトッター、エス・レインとコールヒル高校のシーンが、カーディフで撮影された。エピソードの撮影は2013年5月5日に、完了し、最後の2日は、 ミニエピソード、ドクター前夜の制作に使用された。最後の撮影ピースは10月3日で、主要撮影が完了した5ヶ月後のことであった。この撮影では、ピーター・カパルディが亀を出演し、ドクターの時と同時に撮影された。マイク・タッカーと彼の会社ザ・モデルユニットは、タイム・ウォーのシーン用にタイム・ロードのキャノン砲や、ウォー・ドクターのターディスなど、ミニチュアを制作して、撮影を行った。 使用されたダーレクのミニチュアはキャラクターオプションズ製の18インチの音声対話型のおもちゃであった。ダーレクの玩具を撮影の模型に使用することはクラシックシリーズのすべての軍隊全体に使用された一般的な手法であった。7分間のミニエピソードドクター前夜は2013年11月14日に公開され8代目ドクターがウォードクターに再生する様子が描写された。 さらに4分間のミニエピソードザラストデーが2013年11月20日に公開されアルカディア陥落の始まりが描写された。本作の最初の予告編は2013年7月にコミコンインターナショナルの参加者向けに公開されオンラインに予告編を公開しないという BBC の決断は議論を呼んだ。7月26日に発表された BBC の声明では この予告編は、コミコン参加者専用のものであり、それ以外の視聴者向けのコンテンツは後日発表される予定であると説明された。9月28日に BBC は予告編が撮影されポストプロダクションの段階にあると発表。10月19日にマットロザッソが監督し特別に制作したテーザートレーラーが BBC1 で放送され、その後オンライン上にも投稿された。 当該予告編にはマット・スミスのモノローグとともに番組の歴史の象徴が描写され歴代ドクターのショットには CGI とボディダブルが使用されたグリニッジ標準時で11月9日午後8時にはイギリス国内で公式予告編が放送された BBC ラテンアメリカの Facebook で11月9日に予告編がリークされたため BBC は 予定を前倒しして公式に予告編を公開した。2番目の予告編も後に公開された。11月15日には、ドクターの日のクリップ映像が BBC のチルドレイン・ニードで公開された。さらに、メインの予告編の公開前に11代目ドクターと、クララが見かけ上ありえない絵を調べている短いクリップ映像が公開された。 2013年11月10日には11代目ドクターがザ・クロック・イズ・ティッキングと告げる広告が BBC1 の番組に割り込む形で放送された。これは11月11日には別の中断広告があり、そこでは11代目ドクターが It's all been reading to this と主張していた。9月28日に BBC は ツイッターのハッシュタグセイブシーデイと通信書式別を明らかにした。ハッシュタグと通信書式別は BBC1 でドラマアトランティスの放送前後に提示された。ハッシュタグはその後の宣伝素材に使用され、11月7日にはスミスがドクター役で出演する広告動画がハッシュタグ付きで公開された。また内容を明らかにするウェブサイトも立ち上げられた。 ドクターの日を同時放送した国テレビで放送された国映画館で上映された国テレビと映画館の両方で放映された国 BBC は世界94カ国でドクターの日を同時放送し2アボイドプロットリークステレビドラマとしては最ル放送史上最多国数を記録してギネス世界記録を受賞英語圏以外の国でも翻訳され放送された 前衛映像等級審査機構は中程度の暴力的なシーンと残酷な描写からドクターの日を PG に指定した。オーストラリア等級審査委員会も中程度の SF テーマと暴力を理由に PG に指定し、性的なテーマについては非常にマイルドであると評価した。イギリスでは午後7時50分に放送され、前後にはイベントの放送など、 ドクター風関連番組が放送された。カナディアンモーションピクチャーレーティングシステムは、ドクターの日をアルバータ州で PG、マニトバ州で G、ケベック州で G と評価した。2013年11月24日を含めると、映画、テレビでの放映国は100カ国を超えた。本作は BBC1 と BBC1HD で放送され、 BBC1HD レッドボタンでは 3D で放送された。ニュージーランドではプライムアメリカ合衆国では BBC アメリカでカナダではスペースで放送された。英語圏のアジアとアフリカでは BBC エンターテインメントが公開した。映画版ではソンターラン役のダンスターキーが出演する注意喚起ビデオや主演ドクター役3人が出演するビデオが 上映前に放映された。ドクターの日は、批評家から高い評価を受けた。デイリー・テレグラフのベン・ローレンスは本作に欲しいつつを、与え、魅力的かつエキセントリックで、非常に非常にイギリス的だと述べた。デン・オブ・ギークのサイモン・ブリューは本作を称賛し、コメディと野心そしてすっかりエンターテインメントで、脈動していると主張した。しかし、彼は、在庫の、 サブプロットについては否定的なコメントをしており、ドクターがガリフレイを破壊したのではなく救っていたという暴露にも否定的であった。ザ・ミラーのジョン・クーパーは本作に欲しいつを与え、筋金入りのファンが好きな番組の美しい再発明をするだけでなく、カジュアルな視聴者にも素晴らしいストーリーを与え、なぜ私たちはすべてこの番組をそんなに愛しているのかを思い出させてくれると主張した。 SFX も本作に欲しいつをつけ、完璧ではないと評価しつつ、過去と現在と未来を結びつけた手法を賞賛した。マッシャブルのクリス・テイラーは、本作がファンと新規参入者を喜ばせるためにデザインされたものであり、ドクターがこれまで以上に故郷と心に彼の多くの道を見つけている理由を示していると述べた。ガーディアン氏のビブ・グロスポクは、 本作の様々な要素を批判したが、それだけの価値があったと結論付けた。イギリスでの当夜の視聴者数は1018万人に達し、タイムシフト視聴者を加算すると1280万人に、上り、2008年に1310万人を記録した、もう一人のドクター以来の好記録を達成した。その週では、イギリスのテレビ番組で最も多くの視聴者を動員し、 これまでのドーター風のエピソードではわずかにはしか成し遂げられなかった記録に至った。映画の興行収入170万ポンドに達し、その週のイギリスの映画チャートではハンガーゲーム2とゼログラビティに次ぐ第3位となった。さらにドクターの日は放送から24時間以内に BBC アイプレイヤーで127万リクエストを受け、 リクエスト数は2013年12月3日までに290万に上った。最終視聴者数の記録に基づくと、本作は2013年で最も視聴されたドラマとなった。アプリシエーションインデックスは88を記録した。BBC アメリカのサイマル放送の合計視聴者数は240万人に達し、1ヶ月後にドクターの時が放送されるまでの間、 BBC アメリカ史上最高視聴者数の座についた。世界的な興行収入は1020万ドルを記録した。アメリカ合衆国では660巻で上映され、興行収入は480万ドルを叩き出した。オーストラリアでは2回の放送で合計195万人の視聴者を獲得しており、ABC1 でのライブ放送では59万人、午後7時30分からの 再放送で136万人が視聴した。興行収入は合計154万人を記録し、オーストラリアの映画チャートで第3位となった。さらに、a b c アイボでは5万1000再生を1日で記録した。ニュージーランドでのサイマル放送では4万2000人、午後8時30分の再放送では17万7510人が視聴し、 その日のプライムの最高視聴者数を記録した。なお、この数字はリアルタイム視聴者とタイムシフト視聴者の合算であり、すべてを合計すると219,510人の視聴者がいたことになる。カナダのスペースでは合計視聴者数は170万人に達し、その意のカナダのエンターテインメント番組では最も多く視聴され、 リアルタイム視聴者数は午後2時50分に110万人を記録し、チャンネル史上最高値を更新した。ソーシャルアナリティクスウェブサイト接近ドシンクによると、ドクター風は放送の間に50万ツイートを集め、ピークは放送冒頭で1分間に12,939ツイートを記録した。ドクターの日は2014年に、 英国アカデミー賞テレビ部門で、ラジオタイムズオーディエンスアワードを受賞。また、2014年、9号賞映像部門短編部門にもノミネートされた。ドクトルフマガジンでの投票では、ドクターの日は番組50年の歴史の中で、最も人気のエピソードに選ばれた。ドクターの日の DVD と 3D ブルーレイは2013年12月に、イギリスで発売された。 オーストラリアでは2013年12月4日、北、アメリカでは2013年12月10日に発売された。2014年9月8日には、50th anniversary collectors box セットとして、ドクターの名前、ドクター全夜、アンアドベンチャーインスペースタイム、ザ・ファイブドクターズリブートと共に収録されて、再発売された。再発売の際には、 ドクターの日の読み合わせの映像も収録された。日本では2015年3月6日にドクターの時と共に同梱されてスペシャル版 DVD が角川書店から販売された。デイビッド・テナントとビリー・パイパーの吹き替えには NHK で放送されていた頃と同じく関俊彦と坂本マーヤが起用された一方、 クリストファー・エクルストンとトム・ベーカーの吹き替えは、山地和弘と、現田鉄将からスケノリー・サムと、タガキ・ユタに変更された。また、ジョン・ハートの吹き替えも、スケノリー・サムが担当した。マット・スミスとジェナル・イーズ・コールマンは、通常通り、川島特愛と、原島小杖が吹き替えを担当した。また、DVD には、特典映像として、ソンターランの注意喚起ビデオ、 劇場鑑賞の心へとドクター・前夜が収録された。2015年7月27日にはフールでドクターの日の配信が開始された。マレーゴールドの作曲としてドクターの日の音楽が2014年11月24日にシルバースクリーンレコーズから発売された。アルバムにはエピソードで使用されていないマテリアルも収録されている。ドクター・前夜の ストーリーラインを含めて、スティーブンもファットが小説化した、ドクターの日のペーパーバックとデジタル版は、ターゲットコレクションの一部として2018年4月5日に発売された。日本語吹き替え版では、時空がずれて、時空軸なんだ。日本語吹き替え版では、行きたくないんだ。ハット A ダンディ &A クラウン日本語吹き替え版では、信じられん光景だ。ドクターが12人も。 日本語吹き替え版では、未来の僕が君で安心したよ。日本語吹き替え版では、クララが、三人に増えたみたいと、いい、ケイトが、別に驚かないわと返している。日本語版では、勤めは果たした。日本語吹き替え版では、うなるような、あの音。すべてのロケ地は、ドクトル風マガジンのスペシャル版、第38巻ザイヤーオブザドクトル、ザオフィシャル。 ガイドツードクトルフーズフィフティースアニバーサリーに基づく。ありがとうございます。